滝沢治は日本の俳優、演出家。本名は滝沢治。月地小劇場の研究生として初舞台を踏み、ついで東京西翼劇場、新京劇団に参加。夜明け前、火山街地などの演技で注目された。戦後は東京芸術劇場、民衆芸術劇場の結成を経て、宇野重吉らと劇団民芸を創設して代表を務め、 日本の進撃を代表する俳優となった。重厚なリアリズム演技に定評があり、舞台の代表作に、炎の人、セールスマンの死、オットーと呼ばれる日本人などがある。舞台演出も手掛け、映画、テレビドラマへの出演も多い。主な映画出演作に、安城家の舞踏会、原爆の子、戦争と人間など、著書に俳優の創造など、 1906年11月13日、東京府東京市牛込区に銀行家の三男として生まれる。長兄の慶一は、フランス通信の著者である追筆家、時系の建造は大歓声を名乗る一水会の画家である。築戸小学校を経て、開成中学に入学するが、小学校の時から絵が好きで、小学3年の時には、画家の鶴田五郎に弟子入りして、彼から、 ミレイやゴッホの話を聞いた。中学卒業後の1924年6月に築地小劇場が開場し、8月に新人養成のための夏季研究会が開かれるとこれに参加、肘方よしの勧めで研究生となり、翌1925年にジュリアスシーザーの群衆役で初舞台を踏む。 青山杉作の指導を受け、アルトハイデルベルヒでハインリッヒを演じるなど、次第に頭角を表す。1927年1月の定劇公演、平行に出演後兵役に着くが、1928年に除退し、1929年1月の中義で復帰する。しかし、同年3月に、幼いカオルの休止により、劇団が分裂し、滝沢は、 青山らの残留組の一員として、新組織の劇団付き地層劇場に参加するが、5月に、脱退し、村山友吉らの東京左翼劇場に参加する。1933年、川向の青春で映画に初出演する。世紀の合唱愛国行進曲1934年、村山らと新京劇団の結成に参加。その第一回公演。 夜明け前で主役の青山半蔵を演じ、そのリアルな演技で絶賛される。以後も、北東の風の武藤山地、火山配置の天宮里氏などで優れた演技を見せ、人物造形の綿密さ、長ゼリフの味わいの深さ、重厚な演技で、進撃俳優では珍重すべきスターとしての素質の持ち主として期待され、劇団の中心的俳優となる。 この頃から俳優不足で進撃俳優を起用していた PCL 映画制作者の映画に出演するようになり、成瀬美き夫監督の乙女心三人姉妹、山本かじ郎監督の東十郎の恋、綴り方教室などに脇役で出演する。1940年8月19日、村山らと共に治安維持法違反容疑で逮捕され、1年4ヶ月の 東国生活を経験するが、この時の夫人との往復書館は、戦後に、愛は風雪に耐えての代で出版された。1943年、東方の援助で、清水正夫、北林谷枝と芸文座を創立し、武者の孔子寂恵厚作、三笑い、真山聖華作、第三洋を上演する。1945年12月14日、久保久志、鈴木田賢治と共に、 東京芸術劇場を結成し、翌1946年に人形の家で旗揚げするが、1947年3月に定劇でリンゴ園日記を初演後、久保との対立から森正幸、信千代と脱退し、同年7月28日に森、宇野重吉らと第一次民衆芸術劇場を結成する。同年、吉村幸三郎監督の映画、安城家の舞踏会に、 没落家族の当主、安城忠彦役で主演、それ以降映画出演も多くなる。1950年12月22日、劇団民芸を結成し、宇野と共に劇団の代表として活躍する。1951年の三好重郎作、炎の人ではごッホを演じて、芸術最小、毎日演劇賞を受賞する。この役は、生涯の当たり役となり、 公演は83歳を数えるまで続けられた。その後の舞台の代表作に、セールスマンの死のイリー・ローマン、カモメのトリゴーリン、オットーと呼ばれる、日本人のオットー、狂気と天才のキートンなどがある。1970年代からは、その妹、アンネの日記などで演出も手掛けるようになる。一方、映画では、神道カネト監督の原爆の子で、 息子夫婦を原爆で失い幼い孫と貧しい、生活を送る盲目の老人を力演し、第1回国際平和映画祭、最優秀男優賞を受賞する。他、吉村監督、夜明け前の青山半蔵、市川根監督、のびの廃山兵、山田洋二監督、霧の旗の弁護士など、滝沢独特の重厚で静悍なリアリズム演技で、名演を見せ、中心蔵で、 キラ・コ之ズのスケを演じるなど、悪役としても凄みを見せた。テレビドラマでは、大河ドラマ、アコ浪ロで再び、キラ、平家物語で、後白川法王と、重要な役どころで出演する。最晩年まで俳優、演出家として舞台に立ち、1996年の民芸公演、廃徊師の鬼面役が、最後の舞台出演、1997年の、 アッパルクライトンが最後の演出作となった。2000年6月22日午前11時51分、肺炎のため東京都三鷹市の病院で死去。93歳坊津。リアリズムの演技を徹底的に追求した人物の一人で、その役作りと演技で、進撃の神様と呼ばれた。炎の人では、ゴッホのやつれた感じを出すために6キロも減量して、役に挑んだエピソードがある。 また、三十代の頃には、髪が薄くなっており、新、平家物語で、ご白河合を演じた際には、残った髪を剃って、法王の姿を演じていた。主演の中大達也が実際に剃発したのは、滝沢が剃発していたことも影響している。妻の文子は、外交官、古谷茂綱の娘で、古谷綱武、古谷綱正の妹である。民芸の日本柱の滝沢と、 宇野は、強氏の滝沢、やわの宇野と称された。気さくで軽妙な性格の宇野に対して、滝沢は完璧主義、気難しい性格と言われたが、演劇に対する真摯な姿勢は、山大鈴、米倉正兼ら多くの俳優を育てている。また市村正地から多くの俳優が、滝沢の演技に影響を受け俳優を志した。趣味である油絵の腕前は相当なものであり、 炎の人に使う、ひまわりの絵も滝沢が描いている。また、公園パンフレットに使う写真を自分で撮るほどのカメラ好きでもあった。戦時中は食料を確保するため、自分で畑を耕して、野菜を作っていたという。毎日新聞社のジャーナリストで、熊本大学教授だった息子の滝沢昭一により、名優、滝沢治と激動。 昭和が出版されており、2005年に日本、エッセイストクラブ賞を受賞した。私生活では自宅を所有することなく、修正借区屋住まいだった。暴力の街左は、奈良信用。原爆の子左は、音羽信子。夜明け前左は、音羽信子。太字の題名は、キネマ巡法ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。